はい、どうも皆さんこんにちは、梅沢です。本日はですね、まあイベントがやるたびに毎回恒例でやっております、SR イベントキャラクター評価エゼクレイン編ということでやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。まあ今回のキャラクターは、まあ先に言ってしまうとセレストマグナの確定に結構役立つ、結構役立ちます。アビリティのを見ていきましょう。奥義効果が弱体耐性ダウンで、1アビが、光ダメプラスダブルアタック確率ダウン、2アビが暗闇プラス光ダメージ、3アビが味方全体にランダム効果っていうことでね、まあ、こちらの方ちょっとよくわかんないなって思う方もいると思うんだけれども、まずはね、セレストマグナっていう特性、あのボスの特性について語らせてもらうと、セレストマグナってあのちょっと前に変更されてですね、通常攻撃を結構いなさなきゃいけない敵になってしまったんですよ。通常攻撃素殴りボギョーンっていう風に自分の連撃率を上げて殴ってくるキャラクターになってるんだけれども、そういう状況においてですね、ダブルアタック確率ダウン、ちょっと連撃とかをしてきて事故って死んでしまうっていうことが多かったので、セレストマグナの攻略しようとすると多分多いと思うんですよ。そういう状況に事故率を減らすためのダブルアタック確率ダウンっていうのはわりかし使いやすいアビリティなんじゃないかなっていう風に思います。暗闇も同じですね。通常攻撃をいなすためにミスが出る暗闇っていうのはなかなかいいと思う。ただちょっとデメリットとして、こちらの暗闇効果あんま成功しないね。あんまり成功しない。で、まあ奥義効果に弱体耐性ダウンっていうのがついてるんだけれども、こちらの弱体耐性ダウンを入れたら、まあ割、まあまあまあ入る、こう人並みに入ってくんじゃねえのっていうぐらいになってるんだけど、まあ、何もない状態で暗闇を入れようとするとなんか僕は結構外れた印象です。ということでね、ちょっとこう強度も低いし、強度ってまあミス成功確率、攻撃相手が攻撃をミスる確率もちょっと低いし、少しだけこう強度が弱い、成功確率も弱いっていう感じの暗闇なんだけれども、ただキャラクター枠でね、主人公にブラインドを持たせずに暗闇を稼げるっていうのはすっごいメリットになっておりますので、こちらの方ロイリヒテンロイリヒテンってちょっとフェリの一夜とヒンリヒテンと被ってますね。サービア、ロイヒテンっていうのは割と嬉しいアビリティだと思います。そして3アビの止水晶の回帰、味方全体にランダム効果が発動っていうアビリティなんだけど、これはいろいろありますね。ランダム効果ただ全部プラス効果です。マイナス効果一つもない。攻撃力アップ、防御力アップだったり、連撃率アップだったり、 HP 回復だったり、こちらの方はね、多分出やすい効果っていうのはあんまりこう効果量的にも大したことはない、大したことはないんだけど、やべえのがあって、即座に奥義発動可能これすごいでしょ。即座に奥義発動、もうあのね、味方全体にかけるから、味方全体が即座に全員奥義発動可能なの、ブワーンみたいなえぐいでしょ。即座に奥義発動可能っていうのもありますし、光属性追撃効果 100%、クリティカル確率アップ 100%、 倍率 50%、 トリプルアタック確率アップ 100% っていうのもあるこれちょっと初心者の方にはどう言ってるか分かんないと思うんだけど、3ターンの間、この止水晶の回帰っていうのを使うだけで3ターンの間、攻撃力が2倍になって、攻撃力が、1.5 倍になって、さらにその 1.5 倍になった攻撃力が2回発動する、同じ攻撃をもう1回するようになる。でトリプルアタックが必ず出る。つまり、6倍になるんですよ。簡単に言うと通常攻撃のダメージがね通常攻撃のダメージが6倍になってベシって出る、簡単に言うと、そんな感じのめちゃくちゃエッグい効果があったりするので、ちょっとこうガチャ的なお楽しみもあるよというような感じのキャラクターとなっております。でもやっぱこうセレマグ確定したいなっていうような状況だったら、割とこう迷ったらこれを入れとけばいいんじゃねっていうようなキャラクターには仕上がってると思いますので、割と初心者は育成しておくと嬉しいキャラクターなんじゃないかなというふうに思います。ダブルアタック確率ダウン状態の敵に対してダメージ、アビリティダメージアップ、サポートアビリティね、暗闇状態の敵には光属性追撃効果っていうことで、ダメージ火力的にもあるし、
し、3アビが楽しいし、リミットボーナスアビリティで弱体成功もあるでしょ。こちらの方はぜひとも振っておきたいですね。まあこんな風に、まあリミットボーナスは普通かな。うん、普通だなっていうような感じになっております。ということでね、エゼクレイン、初心者の方は育成しておくとはかどるキャラクターになっておりますので、育成しておくといいんじゃないでしょうか。皆さんの参考になれば幸いでございます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、またね。バイバイ。